乾杯。あー、おいしい、おいしい。ゆきちゃん、なんかこうやってゆきちゃんと飲みに来るのってめちゃくちゃ久しぶりじゃない？二人きりでご飯って俺めっちゃ楽しみにしててさ、ゆきちゃんも楽しみにしてくれてたんや。そっか。恋をしています。お相手は目の前にいるゆきちゃん。大学の時に彼女の笑顔に一目惚れ。僕は昔告白をしたことがあります。でもあえなく撃沈。その理由は彼氏がいたから。でもそこから3年間ずっとゆきちゃんのことを諦めきれていません。最近噂でゆきちゃんが彼氏と別れたって聞いて、それでいても立ってもいられなくなって食事に誘いました。そしたら食事の返事は OK。 不器用な男の純愛お届けします。そうなんや。でもさ、俺もゆきちゃんと話したいこといっぱいあってさ。うん、あ、そうなんや。飲みたい気分やったんや。なんか聞いてんけどさ、ゆきちゃん彼氏と別れたんやって。あ、いや、噂で聞いて。別にそんな、そういうつもりで言ってるじゃん。でもさ、ほら、3年前俺告白したの覚えてる？あれからずっとゆきちゃんのことまだ好きで。あ、でもだからってさ、だから俺がどうこう、そういうことじゃないで。ただ大丈夫かなって心配になってさ、ゆきちゃんが。優しい？あ、いや、優しくないよ。俺なんかそんなゆきちゃんの弱みにつけ込んでるみたいで、そんなチャンスかもしれません。ゆきちゃんは今弱っている。でもそんな弱みにつけ込むなんて男としては卑怯なやり方。でも所詮恋愛はタイミング。押すなら今だ。よし、もう一押し。あのさ、ゆきちゃん、差し支えなければ話聞くから。なんで別れたの？3年も続いてたわけやんか。うん、浮気か。考えられへん。俺やったら絶対にゆきちゃんのことを幸せにするし。そんな浮気、ゆきちゃんが浮気か。ゆきちゃんが浮気か。そうなんや。でもそれってどういう感じのやつ？なんかこういても立ってもっていうか、状況がそういう状況。なるほど、彼氏に言われてたんや。浮気するんやったらええけど、バレんようにしてやって。それ女が男に言うやつやけど。恋愛達観気味の女が男に言うやつ。あの、浮気してもええけど絶対バレんようにな、私にはな、みたいな。あんま男が女に言われるの聞いたことなくてさ、ごめん。え、でもバレたわけやんか、実際。なんでバレたの？あ、そうなんや。今日は激しかったねっていう LINE を彼氏に誤送信したんやんな。それ男がやるミスやけどね。あんまり女がやるミスじゃない。クズの男がやるミス、あ、それだけじゃないやん。何？あ、浮気相手のコスプレした写真を彼氏に送ってもたんや。それ聞いたことないな、あんまり。何のミスでもない。でも分からんけど、多分コスプレさせたわけやろ、ゆきちゃんが。コスプレってあんま女が男にさせんけどな。男が女にさせるやつやから、いろいろびっくりしてる。そっか。3年間片思いしてた人があんまええ女じゃなかったっぽい。やばいっぽい。時間返せっぽい。どうしよう。でもそっか、そうやって俺が勝手にゆきちゃんはちゃんとした人、いい女って勝手にイメージしてただけやもんな。うん、ゆきちゃんのほんまの気持ちなんかまだ聞いてないし、事情があったかもしれへん。まだ判断するのは早い。でもさ、ゆきちゃん、ゆきちゃんが寂しかったからとかじゃない？彼氏が相手してくれなかったからとか、冷たかったからとか、だから思わず浮気してもた。え、何も知らんくせに彼氏の悪口は絶対言わないでって。ああ、ダーリー。マジこいつダーリー。え、なんなん、フォローしたつもりやのになんで彼氏フォローされてんの？ちょっと待って。あ、これちゃうやつや。あ、ちゃうやつやった。うん、勘違いや。うん、もう帰ろ。これ飲んだらもう帰ろ。うん、しゃあない。ゆきちゃんさ、今ちょっと酔っ払ってるのかもしれんな。これ飲んだらもう帰ろうか、今日は。うん、え、
明日休みやけど、この後2軒目は俺ん家に来たい。迷う。これはこれで迷う。3年間片思いしてた女がワンチャン狙いしようとしてきてる。あーそう、ちょっと待って、でも俺はゆきちゃんは純粋なイメージだったから、それは違う。うん、それは断固拒否は。そういう恋愛は違う。うん、ゆきちゃん落ち着いて、今自分見失ってんねん、絶対な。もっと自分を大事にしなあかん。え、今日はどうなってもいい気分なんや。迷う。迷う。どうしたらいい。全然食わぬは男の恥。もう行くか。ああ抱くか。ああよしよし、抱こ抱こ。うん、あ、じゃあゆきちゃんさ、この後俺んち来て2杯。え、あ、電話。あ、全然出てよ。うん、彼氏か。わかった、何も考えずに待ってるから。うん、彼氏なんて何も聞いてなかった。うんうん、やり直そうって。マジ、あ、どうかしてたって彼氏。あ、そうなんや。へえ、あ、よかったやんか。あ、へえ、あ、じゃあよかった。え、この後どうする。あ、俺たち来んねや、来んねや。あ肉食。